Welcome to Asia Cross Country Rally 2023. FIA 公認の国際ラリーアジアクロスカントリーラリーは今年8月13日から19日まで行われた。スタートはタイ中部の高級ビーチリゾートパタヤ。4日目にはラオスとの国境を越え、最終日にはユネスコの世界遺産プラーサットワットプーでゴールを迎える。昨年の覇者チーム三菱ラリーアートは今大会直前に新型トライトンを発表。万全の3大体制で臨んできた。これを迎え撃つのがトヨタのハイラックスとフォーチュナー。特にセミワークスながら昨年3位4位と気を吐いたトヨタガズーレーシングインドネシアのフォーチュナーは注目だ。ラリーの3日前、青木拓磨選手は横浜ゴムの大工場 YTMT を訪問していた。熱烈な歓迎、そして出走前の誓い。僕がですね、横浜ゴムさんとのお付き合いが始まったのが今から17年前。ジオランダはですね、もう全世界的に戦略をされているタイヤの一つでもあります。そのタイヤをですね、この YTMT とあと店の工場で作られているっていうことをですね、非常にありがたく思っております。そしてですね、そのジオランダを履いて今年こそはその総合優勝を狙ってですね、行ってきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。その後チームはアジア最大級のテストコース TTCA に移動。競技前の最終チェックを行った。ここタイヤテストセンターオブアジアは世界の一般道路を再現したと言われる外周路を備え、その内外にもオフロードコースを備えている。ジオランダ MT G003 はここで育てられたと言っても過言ではない。この日のタクマは去年より明らかに速かった。昨年から変わったことといえば、そのタービンをビッグタービンにして、あとは ECU エンジンコンピューターを変えて、ストレートで10キロか12キロぐらい出ているんで、今年は総合優勝が本当に狙える体制、そしてチーム横浜ゴム G003 ジオランダでやっていきたいと思います。セレモニアルスタートはパタヤの繁華街ウォーキングストリートだ。青木選手は今年3名乗車の体制だ。ラオスでのスタックを想定した布陣だという。ラリー初日、灼熱の戦いが始まった。どっちも純粋なんだけど、あれあれってみんななっちゃって、青木拓磨選手はフロント二輪の駆動を失って帰ってきた。ドナシャーがもういきなり最初の 5、6キロでもうなくなっちゃって、でもうずっと肉で走ってたんだけど、121号車の損傷は軽微だ。
日目は今大会最長の SS だ。競技は中盤戦に入った。実はデイ2までトラブルを抱えていた青木拓磨選手、3日目からの躍進を確信していた。青木選手の鬼人の走りを車内のカメラで覗いてみよう。車の挙動は肩で感じ取っているという。なんとデイリーの 1-2-3 をトヨタガズレーシングインドネシアが独占。そして参戦14回目の青木選手が喉から手が出るほど欲していた総合トップの座を手に入れた。ラリー4日目、ラオス国境へ向かう朝。朝日に祈る青木拓磨選手。ラリーも後半戦、ラオスのステージが始まった。青木選手は1番手でスタート。デイ5はいきなり川渡りから始まった。青木選手はこの日の SS もマシンを壊さないステディな走りながらトップ3に収まる好タイム。ラリー最終日、
ジョーランダーの G003 はですね、もうとてつもなくタフで、とてつもなく強くて、もう本当に信頼のおける、そういったねタイヤだったんじゃないかなというふうに思います。タードシートに乗ってくれた T さんもそうですし、以前タードドライバーでやってくれたシーネさんがですね、今回のこのチーム3台のチームを見せてくれたおかげでミスなくできたがゆえに、このチームワンツーっていうのができたんじゃないかなというふうに思いました。ジオランダーと共に、やってきて本当に良かったなというふうに思ってます。本当にですね、皆さんの応援ありがとうございました。今後も頑張っていきたいと思います。我々は開発者としてですね、トヨタ車の魅力、それからトヨタ車の強さ、それをお客様に伝えることができたらいいなと思ってます。横浜タイヤさんのタイヤはですね、青木拓磨さん、それから花輪郁夫さん、 TD アディ、本当にこのタイヤだったら信頼して走れると喜んでました。でそれとともにですね、日本人、インドネシア人、タイ人の韓国のメカニックが集まってですね、我々のチームを支えてくれたことを本当に誇りに思ってます。横浜